はい、どうもこみです。さて本日はこちら、関西クラクラクラブからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、また今日出すのは自分のアタックです。レジェンドアタックですね。なんか、関西クラクラクラブですね、ここ最近すごいフレセンをいろんなところでやらせてもらっていて、まあ、日本クランさんなんでね、あんまり、大っぴらに、これがっていうふうに、まあ、僕はね、あんまりしたくない方なんですよ、そういうのって。OK だよって言ってもらえてるとことか、まあ、相手が配信してるとか、いう場合だったら、じゃあうちもってやらせてもらうんですけどね。なんでちょっと、カンクラからの今日の動画は、私の レジェンドということで、島形配信はもう終わったというふうにね、改めてちょっと思うところがあるので、まあ、それをお話ししたいというふうに思います。ところでさ、この鹿さんの目の上にさ、なんか狙ったかのごとくエメラルドの箱とクリスマスツリーが生えてきていて、で、ちょっとね、今、アップグレードやってるから、大工さんいなくて取れないんですよね。なんか、まあ、これはこれでなんかちょっと面白いんだけどさ、ちょっと、お前らそこ狙って生えてくるよきゃ、みたいなところに来てさ、ログインするたんびに毎回なんかこれがこう目に入って、まあなんか、可愛いような、なんかちょっと気になるような、なんか、複雑な気持ちです。じゃあね、早速行ってみたいと思うんですけども、まず見てほしいなと思っているのは、これかな、これ。はい。こんな感じの、まあ、典型的な島型ですね。で、島型って何かっていうと、こういう風に壁の、に囲まれた区画が2つに分かれている配置のことを言います。大思いですね。この真ん中にこう川が流れているようなイメージですね、ここ。こういう風に。川が流れているイメージで、島が2個あるっていうような感じの配置を、まあ、島型と呼ぶんですけども、これね、突撃艦スパビズからのディガホグがまあ刺さる。で、こんな感じで、タンホールのところにインビジレイジを打って、ガツンとこう削っていくんですね。で、ここの後からはクイヒーパート展開。で、最後ディガホグに持っていくんですけども、この島型配置の嫌なところって、中央部にユニットをこう流し込んじゃうと、こいつらが全部、中から外からダメージ受けまくってやられちゃうっていうパターンなんですけど、この突撃艦スパビズをすることによって、中心部に入ったユニットってもう上からしかダメージ受けない状態になっちゃうんですよね。もう事実上。これがめちゃくちゃですね、島型の怖さを半減させる要素になっているというか、島型配置って結構、施設が密集しがちなんですね。なんで、スパビズが非常に刺さる。で、まあ、ここから先は別に、まあ、クイヒードラゴンでももしかしたらね、クロスボウが大事だったらいいのかもしれないけど、まあ、自分は今もう完全にこのパターンをちょっとね、なるべくもう、形にしたいと思っているので、突撃艦をタウンホールに当てて、で、そこから、ディガホグやっていくという方を徹底してやっています。まあ、明らかにそれが刺さらない村もこれでやってるんでね、ちょっとなんか、少しなんか間抜けだなっていう気もするんだけど。で、ここ、金が捕まってるんで、まあ、ここはフリーズ打ったってとこで、中央部に入った、ほら、これ、アーチャークイーンがしっかりイーグル砲の方に歩いてきますよね。で、上の島側の方見てもらうと、ここの中、壁の中に関しては、ディガホグが束になってヒールの中に入って攻めている。で、上側に関しては、キングがカットしてくれて言ってますね。で、キングがやられちゃいそうなところで、ロイヤルチャンピオンこいつ出して、カットを、していくことによって、ディガホグが外に漏れ出さないようにね、しているというところです。まあ、シングルインフェルノがありますけども、ディガホグがしっかり投げ取ってくれるので、別にここはクイーンに行くことはなくても問題ないかなと。いうところですね。最後ちょっと、クイーン、これクローク少し遅かったかな。これ投石機にやられちゃうんですけども、まあ、一応相打ちしてくれたんでね、問題なく。というかまあ別に相打ちじゃなくても、おそらく楽勝できたかなっていう気はします。まあこんな感じで、クイヒーディガホグが昔から刺さると言われていた島型配置っていうのも、まあディガホグが刺さらないようになかなかこう改良がされてきてるんですよね。なんですけど、今その突撃艦スパビズが使えちゃうので、もう止めようがないというか、島型に対するクイヒーディガホグを。もう今以上にこういう島型見つけたら、これを使うようなパターンで考えてもらうといいのかなという気がしています。もうこれ本当パターンにはまりますね。綺麗に、もう本当これでもかっていうぐらいパターンはまるんで、ぜひね、この島型見つけたら試してほしいなというふうに思うんですけど、もう一個行っていきましょうか。どれだったっけな。これかな。はい、これ。で、すいません。まだね、喉が治ってません。毎回これ言ってる気がする。もう、そろそろいい加減にしろみたいな、ね、風に思われるかもしれないけど、もうちょっと我慢してください。で、タウンホールと投石のところに突撃艦を当てていって、落としてからのインビジレイジですね。
で、まあ、これ、僕はいつもインビジを先打ちはしないですね。ババアが入ってるんで、インビジは先打ちしなくても、スパビズやられないかなっていう感じで。あ、ただこれ何？あ、思いっきりミスったんじゃん。やべ、格好悪。思いっきりミスってるな、これ。思いっきりタンホール残ってんじゃんか。あ、ちょっと格好悪いけど、でもまあ、一応、なんだ、タンホールだいぶダメージが入ってるのと、クロスボウが折れたのと、いや、これはひでえな。全然良くない。これは良くない。良くない。良くない。けど、まあ、じゃあ、あれですよ。本来これが折れるはずだったんだけど、折れなかったけどね。だけど、それでもやっぱりそもそもクイーディガホグっていう攻め方が、島型に強いんで、うん、それをね、見てもらう動画に、リプレイにします。超無理やりだけど。いやー、ひどいな。今のちょっとスパイズイメージはひどかった。フリーズ1個打ちよかった、ここに。まあまあいいや。でもこんな感じですね。アーチャークイーンがどっちにあるかなって見極めてから、スーパーウィズ、ウォールブレイカーぶつけて、で、この中の壁の中にある、タウンホールは壊していきます。で、その後は、このクイーンの動きを見ながら、どっちからこれディガホグ出したっけな、ちょっと忘れちゃったな。あ、ここか。キングを外周こっちから歩かせて、そうですね。で、ここからディガホグを出していきますね。はい。こんな感じで。で、アーチャークイーンは壁を開けて、ここからさらに外に出していくというところですね。クロークちょっと使わせたのは、よろしくなかったですけども、まあ、しょうがないですね。クロスボウ1機プラス投石2機があったら、なかなか、あそこクロークも使って乗り切るのは、まあ、フリーズも使い切っちゃってるんでね、厳しかったっす。で、今回に関してはロイヤルチャンピオンを早めに打っちゃいました。別に多分キング外周全然やられないだろうなと思ったんで、前の動画でも話しましたけども、中央アーチャークイーンで射抜きながら、こんな感じですね。ここロイヤルチャンピオン。で、こっちを、ディガートホグライダー。で、こっちをキング。っていう感じ。こういう感じの構造を作ってやっていきます。んで、まあ、イメージですよ。で、そうすることによって、ディガートホグライダーが、なるべく序盤から中盤にかけて、ヒルの輪の中に、あとはグランドオーデンのサークルの中にきっちり入ってくれることにより、最後まで体力を残して生きてくれると。いう感じですね。でも、最終的にはばらけていくんですけども、まあ、もうばらける頃には、そもそも防衛があんまないので、まあ、関係ないかなという感じ。あとはもう体力で押し切っていくというところですね。アーチャークイーンも生き残っているので、まあまあ、うん。普通にもう全開が見えるっていう感じですかね。まあ、こういうね、島型に関してはやっぱりクヒティガホグやりたくなりますよね。なのでまあ、それをするときに、なおさら、スパーウィズ、クヒティガホグっていうのが刺さるよというところをね、あえて、強調させてもらえたらなというふうに思います。で、一応ですね、まあ、1本目が一番わかりやすいのが、まあ、他にも確か島型あったかな、あったかもしれないけど、ちょっとごめんなさい。もう一回1本目の方に戻ると、使いどころっていうのがあるんですよね。この、前の動画でも言いましたけども、このスパビズクーヒディガホグやる場合に、もう自分がパターンにしてる方法っていうのがあって、一つはまずタンホールを確実に折るということ。ですね。で、スーパーウィザードをタンホールのできればこういう壁の一層外側に落とすですね。わかりますかね、これ。ここに落とすんですね。この隙間に。落としていって、インビジかけてレイジかけていくと。で、確実にタウンホールを落としていきながら、なるべく長生きしてくれた方が嬉しいので、こうね。で、外の施設も削ってもらうと。したら、アーチャークイーンを出す場所なんですけども、ここ、バリで壊したら、この部分から出すんですね。どっかから。今回はまあ一応この下側から出してますけども、そうすることによって、アーチャークイーンの削りとスパビズの削りで、こことここがこう繋がりますよね。こういう風に。綺麗に繋がるんですよ。こう繋げることによって、アーチャークイーンが右往左往せず一方通行で歩いていってくれるということになるので、あと中からダメージ受けないんですね、これ。だからアーチャークイーンに対する呪文が若干少ないんですけども、レイジ一発というふうに。それを全然ものともしないように、アーチャークイーンが進んでいってくれます。で、アーチャークイーンが進んでいきますね。今回こっち九条目に進みました。進んでいった先から、ディガーとホグライダーを出していくんですね。で、進めていくことによって、アーチャークイーンが中にこう切り込んでいくので、この2層構造がこう出来上がりますよね。アーチャークイーンと、こっちがクイーン、こっちがディガーホグライダー。で、当然外周にはキングを出していきます。キングを出すことによって、この3層構造を作って、ディガーとホグライダーをキングとクイーンで挟んでいくという格好にしていきます。で、ロイヤルチャンピオンの使い道、これはちょっと難しいんですけども、
日本のリプレイみたいに序盤に出して、キングとディガオグパートの間がちょっと広がっちゃう場合にはそこを狭めるようにこう進めていくというパターンが一つと、あとは、キングが途中で近づきたいなっていう場合には、キングを出しますよね。出したら次の角ぐらいから、ロイヤルチャンピオンを出すんですね。こういう風にそうするとロイヤルチャンピオンがキングのカットを引き継いでこうやってくれるんですよ。そうするとディガオグが、外に飛び出さずにこう目的地の方に比較的向かっていきやすくなるという効果が得られるので、まあ、ロイちゃんの出し場所は、まあ、そのキングの仕事がどれくらいまでいけるのかなという火力なんかを見てもらいながら、決めていくといいのかなという気がします。っていうところですね。これがもう完全に自分のそのスパビズ、ディガ、クイヒディガホクのパターンになるので、まあ、ぜひですね、参考にしてもらいながら、特に回路を見つけたらもう迷わず使ってもらっていいかなっていう気がします。まあ、間違えた。島型ね。島型見つけたら回廊じゃない。回廊はね、この攻め方全然刺さんないんで、僕やっても、全くダメです。なのに多分ね、僕はイエティとかでやりますね。回廊を見つけた場合には。あとはなんだ、スーサイドラバルとかかな。中央のタウンホールに、突撃艦スニゴブを当てて、で、周りラバルで削るとか、ああいう方法を多分取りますね。これは向かない気がする。まあ、というところで、まあ、島型最近ちょっと減ってきてはいるんですけども、まあ、対戦とかでね、まあ、ちょいちょい見かけるだろうと思うので、そしたらぜひこのアタックを思い出してもらって、使ってもらうといいと思うし、まあ、そもそも、突撃艦、スパビズパートで、タウンホールが壊れながら援軍釣れるっていうパターンになったら、もうこの攻め方はほぼほぼ、島型だろうが何だろうが無敵に近いぐらい全開率が高いので、まあ、そういう村を見つけたらね、ぜひ試してみてもらえたらなと思います。で、島型以外の話に関しては、何本か前の動画で、スパウィズ、クイヒディガホグに関して、開けてますのでね、そちら見てもらうとより詳しくわかるかなというところでございます。いやー、にしてもちょっとね、最近カンクラメンバーの動画を全然上げてない。これはあれだな、なんか、メンバーから怒られそう。なんかお前最近全然、俺らの攻め上げねえじゃないか的なこと言われかねない気がする。ちょっとね、また野良戦とかをちゃんと、戦っているリプレイがあれば、上げたい攻めをみんないっぱいしてくれるんだけどさ、ちょっとね、やっぱね、相手が日本クランとかだとね、ためらっちゃうところがあって、みんなごめん。みんなマジごめんね。怒らないでください。必ず上げますので、というところで。ぜひね、カンクラにも興味ある方、皆さん遊びに来てもらえたらなというふうに思っておりますのでお待ちしております。では本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。